バッタモンかーい、ウラジャー山下のコスプレメイクができるまで。バッタモンかーいです。ウラジャー山下です。小林ひろゆきです。ゼブライン松井です。お願いします。はい、本日も大型写真館アットアギバプロデュースバイダイナックスのスタジオにてお送りします。はい、はい、というわけで今回ですね、特別企画でございます。え、レフェリーの方ですか？そうですね。何、今回コスプレメイクね。普段まあ夏木姉やんと浦田真さんよくやられてますけども、はい、真の BTO アニメラボのコスプレイヤーはどっちだということで対決していただきたいと思います。プロコスプレイヤー勝てないよ。真のですよ。言うまでもないと思いますけど、ね、なんで自信に負ける気がしないと。まあ、山辺はね、テレビでも紹介されてますからね。夏木の経験が違いますから。対決って何やるんですか？負けません。もう負けてんじゃねえか。何するのありませんよ。2人にはね、はい、同じキャラクターをコスプレメイクしていただきたいと思います、はい、今回やっていただくキャラクターがユーリオンアイス、はい、ビクトルコーチでございます。ロシア人。あーいいですね。夏木玲子もうせん自信をなくしてそれに対してヤマピー。何その表情は。悪くないねじゃねえんだよ。いけるな。負けません。一応、判定方式といたしまして、はい、山下バージョンと可愛いバージョンのコスプレメイク動画を配信させていただきます、はい、そちらについたいいねを1点で、バットをマイナス1点とさせていただきまして、マイナスなんだ。12月26日までを、期限としてより点数の多かった方を勝ちとさせていただきます、はい、よろしいでしょうか。ちなみに、はい、負けたらどうなるんですか？負けたらもう即引退。引退じゃないけど、引退じゃないですけどね。ウラジアマスターをコスプレメイクができるまでが週、毎週そうそう毎週なる。基準が変わる。褒めたたえることになるんですか。なるほどね。名誉、名誉、名誉ですから、これはただただ負けたんじゃない、負けたんじゃない、よろしく頑張ってください、はい、それでは行きましょう。コスプレメイクスタート。はい、それではチームアンチ小林メイク始めていきます。はい、イエーイ。撮影はズブレイマツで行います。イエーイ、チームアンチ小林だぜ。いや、絶対負けないぞ。負けないぜ。どっちかというとヤマピーと戦ってる。ネットかぶります。はい、いや、早くも小林さんがね、ガヤ出して邪魔をしてくるんですよ。本当だよ、松井くん勝ち取ってよかったよ。これはね、一応公平にグッパリ決めましたからね。うん、はい、では始めていきます。はい、止めて。ここ同時にコスプレメイクをするっていうちょっと画期的な動画撮影方法ですかね。ねえ、贅沢だよ ね。どれぐらい隣の声が入ってるか分かりませんけど、頑張っていきましょう。さあ、夏希ね、かわいいよ。ありがとう。ネット似合ってるよ。ありがとう、ね、やだ、褒めてくれる。みんな聞いた聞いた。やっぱモデルさんを乗せないと。じゃあ眉毛消します。はい、待ってました。あ、消えるよ、消えてる。おー、消えるよ、消えるよ、消えるよ。おー、消えた。カラコンです。はい、こちらのカラコンはどこのカラコンですか？エティアクールワンデーのプレミアムブルーです。プレミアムブルーです。プラチナかな。プレミアムかな。プラチナブルー、プレミアム、なんかそんな感じのブルー、ね、すごい美味しそうなビールの感じが出てますね。はい、はい、こちらです。はい、こちらです。さあ、まずは顔を切っていきましょうか。顔を引っ張りますね。はい、もう素材の時点でね、夏木姉やんの方が勝ってますから。いや、マジでちょっとでもビクトルな。はい、あら、そんな不安ですか？過去にね、有利にユリオにやってきましたから。ビクトルね、大人の色気がありますしね。一回さ、はい、お家でビクトルやってみたんですよ。はいはいはい、どうでした、その時は。結果ね、はい、ここからの写真しか耐えられない。あ、角度があるんですね。そう、その奇跡の一枚があればこっちのもんですよ。いや、でもほら、奇跡の一枚じゃさ、はい、ヤマピーには勝てないかもしれないじゃないですか。確かにね、ヤマピーはね、テレビでも紹介される有名レイヤーさんですからね。ただ今までやってきた数が違いますから、コスプレ歴が出ますよ。そうですよね、それを出して頑張りたいですね。いいですね、技術で勝負すると天才現るみたいなアニメとかによくある設定だ。そうだね、うん、はい、顔を結構強めに引っ張りました。はい、でベースメイクをしていきたいんですけど、はい、このバンデーブライトな白くなるやつですね。はい、最近使い始めましたね、これ。なんか白い人をやると、あ、はい、やっぱり使ってます。はい、お待たせしました。この粘着力歩きながら、喋り出すと歩きながら、うちの全然気にしてない感じがまたイライラします、ね、イライラしますね。気を使わずガチャ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 歩いて、うるせえ、うるせえかな。ちょっと向こうの悪口でも言っておきますか。そうですね、ちょっと黙って言ってもらえるかな、そっち。コスプレメイクなのに黙って言ってくれるかな、今後。
これぐらい牽制すれば大丈夫でしょう。はい、それでは貼っていきたいと思います。これでアラを落としていきます。じゃあメイクのコンシーラーです。どうですか、ちゃんとないですよ。ちゃんとないですよ、普段ね、山下さんの撮影技術を見てるとね、ナスケネーの嫌なところに寄るっていうテクステの悪さがありますからね。本当に嫌になっちゃうよね。はい、ここに、はい、お肌のあれがありますって見つけてすぐ寄りますからね。本当だよ、最悪だよ。その点松井さん、もう引きの一点で勝負しましょう。ありがとう。助かるわ。はい、セザンヌのフェイスパウダーでファンデーション塗ってきます。はい、白いので白っぽいファンデーションを使って貼って塗っていきます。はい、白くなってますか。なってますよ。もう真っ白、反射でまぶしい、お肌が焼けちゃう。レグバン。それちょっと褒め方を間違えました。いいよ、もう褒めてくれればなんだって。アラが隠れたので、はい、アイラインを引いていきます。そんなに太くならないようにチュラルめに引いていきます。はい、手つきが慣れてますからね、この勝負負けるわけがないですよ。でもさ、もうなんかほら元からさ、うん、男っていうさ、ハンデがあるからさ。 ありますね。でも夏希恵もね、ロシア人っていうハンデは、いや、ないでしょ。そっかじゃないの。あ、私そっか、ロシア人だ。違う違う違うか、違う違う、ロシア人ではなかった、ないですから。ただ金髪キャラが似合うっていうの結構定評でありますよ。最近その自信もなくなってきたよ、おばちゃん。ビクトルは何ですか、目は何でしょうね、釣り目でもなくシュッとしてる。そうなんだよね、ナチュラル、ナチュ、まあ、そうですね、ナチュラルって表現ですかね。ただ目尻もまあ目の形になったように、そうですね、基本的にはもう目に沿ってやりました。さあ続いてはアイテープを、まあ、こうラインを引いたら二重が目開けた時に隠れるので、アイテープで二重を作っていきます。いこちらのアイテープは100均のダイソーの伸びるアイテープです。はい、レギュラー64枚入り。たくさん失敗しても大丈夫。大丈夫。綺麗に二重ができたらいいかなっていう。なるほど。均等に。はい。河合さんの場合、もともとの二重がやっぱり出ちゃいますもんね。そうなんだよね。まあ、このぐらいだったらいいかなっていう感じで、そうですね。はい。割と綺麗に均等目に入れました。はい。そしてこの間をシャドウ塗ってナチュラルにしていきたいんですけど、はい、お、何かで悩んでます。何で悩んでるんですか。アイシャドウ、アイシャドウ、普段山下さんがやらないカメラテクニック、ボンボン。ちょっと昭和のカメラマンみたいなことをね、これをね、いただいたんですけど、はいはい、ザワチンさんの、はい、アイシャドウ、アイシャドウ、今回色は何で、まあ、茶色系でアイシャドウ塗っていきたいんですけど、あ、はい、まあ、こっちのがアイシャドウの茶色系が多いので、そうですね、じゃあ開けてみようかな。はい、まだね、開けてもいない。いいですね。これで時間かかっちゃうかもしれない。タイムトライアル制じゃないんでね。そうです、今回の勝負でね、新アイテム登場です。イエーイ。こちら、じゃあもう一度紹介をいたしますと、はい、ザワチンさんのパレット、アイシャドウパレットのアイシャドウパレット、アイシャドウパレットです。なんか2種類ぐらいあるんですかね。結構ある。結構、あ、うん、何種類かあって、何種類かあって、茶色多めのやつ。うん、茶色多めのやつ。で、最初はこの黒系が欲しかったので、はいはい、こっち買ったんですよ。あー、でもなんかね、パックリ割れちゃって。そう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 。もうなくなったらしいですね。茶色多めのやつを一緒にいただいたので、はい、今度はこれを使っていきたいと思います。はい、この色にしてみます。こちらですね。ちょっと薄い茶色というか。まあ、ナチュラルにね。そうですね、そうですね、ナチュラルですね。いい感じに色気を出したいですね、ビクトルやるんだったら出したいですね。そしてここでつけまつげをつけたいんですけど、このあえて下まつげ用のつけまつげ用、はいはい、下まつげ用、こちらはどこの、これ100均、あ、100均のやつですね、うん、はい、の下まつげ用のつけまつげを、なんかこういつも男装キャラで普通のつけまつげすると、はい、なんか目重たい感じで、はいはい、ちょっといつもなんか違うなって思うので、こっちの 下まつげのやつを 、うん、上に上に貼るんですけど、はい、これあのマニキュアでグレーに塗りました。グレーに塗ってあります、はい、塗ってあります。もうなんか絶対に負けたくないからいつもしないことをさしてきたんだけどさ、いや、もうしっかりした準備いいじゃないですか。
でもなんかこうやって逆に気合い入れすぎるとすげえ負けそうでさ。いや怖いですね。怖い、めっちゃ怖い。夏木ねえやの気合いの入りをお分かりでしょうか皆さん。負けたくない。いいね押してね。これまつげをつける位置は、位置はそのアイラインの引いた一番上ですね、はい、あ、なるほど。こういう感じに、はい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 、なりました。あ、なるほどね。どう、なんかツヤっぽさが出ましたね。本当、はい、なんかパッチリってよりはちょっと眠そう、うん、眠そうな。そうだ ね、なんかなんだろう、色気的なのを出していきたいので。で、この、はい、これはケイトのアイシャドウなんですけど、はい、これのこの色を、あ、はい、まだある色のやつですね。まだある色のやつを下に塗って、はい、本当はね、下のまつげも白くとか塗れたらいいんですけど、はい、マスカラ、白いマスカラとかもあるんだけど、はい、金銭的に買えなかったので今日はありません。痛恨のミスなんと痛いかな。これで負けたらどうしよう。これで変わってくるかもしれませんね。これが100均の眉毛描くやつで、はいはい、人にこれはちょっとまあ涙袋的な感じの、ちょっとその下も重ための感じにしていきます。結構いいんじゃないですか。下も、はい、なんかふっくらしましたね、やっぱり下描くと。はい、で、とりあえず片目を、もう片目もやっていきます、はい、とりあえず両目が終わりましたので、うん、眉毛を描いていきます。でもほぼビクトルですよいやいや、まあ、眉毛は近めでまっすぐ目に描いていきます。100均の眉毛描くやつです。はい、最初は茶色で描きます。はい、ビクトルは本当イケメンですからね。目と眉毛の間が近いですね。近いですね。ね、でもね、輪郭問題があるからね、まあ、近すぎるとね、はい、顔ここの八角さみたいな。あ、でもビクトル広いから大丈夫か。ビクトルちょっとおでこ広めに、広めだからいけるか、ね、ちょっと年齢感じさせるのかな。でもタメなんだよ、ビクトル。あら、ロシア人のね。本当は年上が良かったんだけど、ちょっと好みがね、うん、好みがね。そっか、ビクトルそんなもんか。年上だったらね、ドンピシャだったね、完全に。もうまだ30いってないんだもんな。28 27か。27か。ほい、とりあえずこんな感じで、ほい、描きまして、100均の眉毛コーティングで塗っていきますね。はい、オーラもコーティングしたらあっという間にビクトルだコーティングはコーティングをかけないかな。しまった、フォロー間違えた。これ今から眉に、はい、眉毛に色をつけるんですけど、はい、グレーを使いたいので、はい、こっちを開けました。ですね、今までの倍選択肢が広がったわけですね。あ、これがザワチンさんの、はいはい、ザワチンさんのパレットです。おい、このグレーを使います、はい、とね、ズラをね、失敗してしまってね、選びをすげー灰色買っちゃったんだよ。あ、てかなくて、はい、多分みんなやるんだよね、きっとみんなやる予定がある、はい、時期的、そうですね、多いでしょうね今。だ、全然なんかそのいい色のグレーがなくて、はい、そう、なんか明るすぎるし、なんか白、白じゃんみたいな。そうですね、白じゃないし、そう、難しいですね。でも濃すぎるグレーで、その長さ、加工する長さとか考えたら、はい、いい色なくて、妥協してちょっと濃いめのを買ったんだけど、はい、やっぱりこうやって作ってても、あー、やだって思いながら、うわ、これはミスが響くかもしれませんね。響くかもしれない、マジでマジで、これは本当今日買ってきて作ろうかと思うぐらいやだ。うわー、ウィッグがちょっと勝敗の分け目になるかな。まあ、はい、眉毛を描きました。はい、のでここからちょっと彫りを深くしていきます。はい、まず目頭に茶色で、はい、これ使ってるのさっき眉毛描いたのと同じやつ。うん、同じやつです。目頭にもちょっと彫りを入れますね。はい、そこに線入れると目が深くなるんですね。なんかね、あんだよビクトル線が
あー、まあ、かあー、してくれないけど、なんだろう、シワじゃなくなんかね、そうなんかね、あるんですよ。なんか、わかる気がしますね。なんだろうね、やっぱ彫りが深いあれなのかな、はい、かも、絵柄なのかかね、小じわだと思いたくないですね。やだね。セザンヌの彫り深くするシャドウで鼻筋と眉の間。あ、いいですよ、綺麗ですよ。本当で、さっきの小じわのところをぼかしていきますね。おお、小じわのところがなかなか味噌ですね。これね、ビクトル味あるよね。ビクトル味出ますね。下手すりゃただのクマになっちゃいますからね。ここを気をつけていただきたいですね。まあ、よくわかりませんけどね、私には。わかんないんかい。いい感じに目が深くなりましたね。深くなりました。はい。で、まあ、同じくこちらで顎を削りましょう。もうなんか顎っていうか、ここ頬頬ですかね。なんかこう自分の輪郭がこうなってるから、うん、シャッて、そうです、削ぎ落としてる。削ぎ落としたい。はいはいはい、はい、なるほど。どうですか、変わりますね、やっぱり影になって。変わりますか。はい、変わりました、変わりました。横向いたらはっきり映りますけど、そりゃそうですね、これぐらいちょっと色入れるだけで正面の絵は変わりますね。まあ多少ファンデーションとかでぼかしてください、はい、着々といいねやコメントが集まってますね。本当ですか、そんなリアルタイムだったんですね、これ。そうですね、流れてね、これニコ生じゃねえや。ほっぺた触りたいっていうコメントが2件来てます。ありがとうございます。いいよ、どちらも同じ人物からですね。そっか、悲しい。連投ミスですね。はいはい。で、こちらのリップで、はい、肌色のリップで、はい、これはお餅の肌色のリップか、きなこで大丈夫です。きなこ推奨です。塗って、はい、ファンデーションで落ち着けます。はい、こんなもんでいいかな。どこが気になります目？いや、わかんない。いや、とりあえずじゃあズラかぶってからまた。そうですね、ウィッグかぶれば、はい、はい、調節します。はい、というわけで完成です。はい、着替えてきました。本気です。いや、衣装がいいですね。勝ちに来ました。いいですよ。作ったよ。はい、ズラをかぶりも、ほら、はい、ちょっとね。あー、なるほど。濃いでしょ。そうです。いや、でも全然大丈夫じゃないですか。いや、濃いんだよ。いや、そんなことないですよ。そんなことあるんだよ。ありがとう。まあ、内心そんなことあると思ってますけど。そんなことあるでしょ。そんなことあるんだよ。さすがに否定はできませんからね。川合さん、それはどこの部分ですか。これはお土産の部分です。はい、はいはい。そっか、普通のウィッグでそこの部分表現する別パーツでっていうのを作ってみたんだけど、はい、うまくいくかわからないので。あ、なかなか実験的な企画ですね。そうそう、なんか来たんだけど。なんか来たおじさんたちが見てる。メイクしたおじさんが来て、ちょっと画面暗いんじゃないですか。あ、うるせえ。いいウィッグ持ってる、あの人。マジうるせえ。いいや、なしで。なしでも、やっぱここが結構見えちゃうのが嫌だな。そうですね、まあ、角度、そうですね。ちょっとこっちだけ短くするね。あ、はい。ウィッグのセットがなかなか難しいですね、ビクトルは。ね。あ、でも今いい感じですよ、後ろに全ても持ってたら。感じ、はい。このテープもさ、透明なのが良かったんだけど。はい、ああ、まあ。どうしても見えちゃうところですからね。なくてね、はい、先ほど一回別パーツでもみあげの部分をこれ作ってました、ね、ここにね、貼ろうかなって思ったんだけど、はい、なんかもうこれもみんなどうしてるんだろうみたいな、どうやって貼ってるんだろうみたいな。そう、こういうパーツのやつって難しいですよね。ね、ヒゲだったりもみあげだったり、なんかヒゲぐらいだったらさ、両面テープで結構いけるんだけど、まだ、はい、そうですね、引きで見たら噛み合った方がいいですけど、よりで見るとやっぱつなぎ目というか汚いよね。うん、どうしてもね、これを作るのが初心者なもんで汚いんだけど、ね、
でも引きで見ればいいです。引きで見れば。引きで見ればね。引きで見ればちゃんと灰色の髪生えてますから。こうね。はい。ここは浮かせたんだけど。あ、前髪浮かせて。大変だ。あら、緊急事態発生ですか。何が足りませんか。ワックスを忘れたみたいです。お任せください。隣からくすねていきましょう。さすが。山下サイドからこっそりとワックスを借りてきて、こっそりと借りてきましたね。一切借りるようなということもなく借りてきましたから、多分まだ気づいてないと思うんですよね。気づいてないのか、うん、手は隠したいけど、隠したいっていうかなんかさらっとしたいけど、ここはついてた方がいいのかな、の方がよく見えますよ。なんかスマートに見えますね、やっぱ髪ひっついてた方がペタッと。そうだよね。ワックスがない、やばいやばい。ヤマピー、ワックス貸してほしかったら貸してもいいけど、どうする、どうする。貸してもらってもいいですか。いいよ、取りにおいで。じゃあ、もう一個ありますか。あった、あった。だから大丈夫です。あれ、夏木のなんじゃないかね。あいつ取ったんじゃない、取ったんじゃない。窃盗疑惑浮上だよ。向こう育ち悪すぎでしょ。こんなもんかな。このウィッグのセットのポイントとしては、はここのふんわり感、はい、ふんわり感を左側にかけて、で、もみあげのところだけちょっと止めて、でスマートにした感じですかね。今そうだね、してみた。はい、あんまり固めちゃうとなんかやっぱツンツン感を、ツンツン感じゃないですもんね、さらっと。そうなの、さらっと感。ここがセットの難しいところですね。ね、毛束は作りたいけどさらっと。なんかめっちゃ時間かけたらこうさらっとしたウィッグができるって友達が言ってたんだけど、はい、ちょっと時間が足らなかった。ちょっとすいてみてもいいですかね。なんだろう、重いのかな。そうね、ちょっと多かったかもね。なんか重みは出したかったんだけど、はいはい、あえて、はい。すごいですね、これってもともと前髪が長いウィッグ、後ろの毛を前に、前髪は長くて、はい、前髪も長くて、はい、でも後ろの毛も持ってきて、この前髪をちょっと再現したっていうことですね。ふわっていうふわっと感、はい、こんなもんですかね。はい、完成。はい、完成です。はい、完成しました。しました。どうですか、うちのビクトル。こっちのビクトル、それに比べどうですか。はい、ヤマトル、ヤマトル、ヤマトルじゃない、それはヤマトルで、ヤマトル、ヤマトル、いいヤマトルだと思いますよ、うんうん、山下の中ではいい線いってるかもしれないけど、ビクさん完全に活動食べ過ぎてるからさ。お腹出てんのよ。いや、コーチなんでね、コーチに徹しますよね。はい、というね、はい、2人のバージョンがございますので、はい、いいなと思う方にいいねを押してください。はい、お願いします。お願いします。あとチャンネル登録とかコメントとかよろしくお願いいたします。